ペコリーヌ様、ペコリーヌ様、ペコリーヌ様ですよね。あれ、もしかしてココロちゃん？はい、正確には私の現実の姿でしょう。名前は夏目ココロというそうです。夏目ココロちゃん？ココロです。まあさほど変わりませんね。ここが現実？何かの拍子に私たちが目覚めちゃったってことですか？いいえ、今私たちはアメス様のお力によってキャル様の精神世界の中にいるようです。よくわかんないですけど、アメス様って人はすごいことができるんですね。あ、よく見たら私可愛い服を着てますよ。ずっと牢屋に閉じ込められてたからお着替えしたかったんですよね。コッコロちゃんはこっちだと髪が長いんですね。超可愛い。引っ張らないでくださいまし。あんたたち、何気にしてる場合じゃないわよ。どちら様でしょう。わかんないか。この声聞き覚えがない？いつも脱線するときに声だけは届いてるはずでしょ？え？もしや、あなたはアメス様でございますか？うん、会いたかったわよ、コッコロタン。ああ、もうちっこくてラブリー。え？アメス様、こちらで勝手に想像していたよりもお若いというか、割とフランクな感じでございますね。あははは、幻滅しちゃった？それよりもあんたたちが全力を尽くしてくれたおかげで、一時的にキャルちゃんの心に、夢の中に潜り込めたわけだけど、長くは持たないわ。今の私には大したことはできないし、キャルちゃんの肉体はもう限界。ぐずぐずしてたら本気で死んじゃう。私も何かしたいと思ってスタンバってたから、ちょっとは役に立てて嬉しいけど、私には夢を見させて誰かと誰かの心をつなぐことしかできない。キャルちゃんを現実に、あんたたちが生きるべき平和な日常に連れ戻せるのはあんたたちだけ。どうかキャルちゃんを見つけて話しかけてあげて。どんな話題でもいいわ。天気の話でも何でもいい。どこかのお店で食べたご飯が美味しかったとかでもいい。あんたたちの声ならキャルちゃんにきっと届いて響く。おぞましい悪意と鬱屈や不快感、もろもろに隠されたキャルちゃんの本心にもきっと伝わるわ。それを見つけて抱きしめて愛で包んであげて、そして願ってあげて、一緒に生きたいって、またみんなで仲良く食卓を囲みたいって、それをキャルちゃんが聞いてうなずいてくれればきっと大丈夫。あんたたちはハッピーエンドにたどり着けるわ。現実では願うだけじゃ何も変わらないけど、ここは願えば叶う夢の世界だから、あんたたちの願いが、絆が、愛されずに傷だらけになったキャルちゃんの心を救えるはずだって信じてる。